最強春馬選手から延長判定勝ち、森坂陸選手の登場です。さあ今日もイメージカラーのブルーで来てくれました森坂選手、戦い全身全身、気持ちの見える一戦でしたね。一番奥のムービーカメラに目線をお願いいたします。さて傷跡もありますが、森坂選手、昨日の戦い振り返ってください。はい、昨日はたくさんの応援本当にありがとうございました。9割、まあ、負けると言われてた試合だったんで、まあ、内容は本当に良くなかったんですけど、うん、気持ちは見せれたかなと思いまして、まあ、結果は勝てたんで素直に喜びたいと思います。どんな質問でもお答えするんで何でも聞いてください。はい、ということです。質疑応答を開始させていただきます。もし試合をこう映像で振り返っていたら、こうどんな感想をこう客観的にお持ちになったでしょうか。まあ、映像はもう何回も見たんですけど、まあ、そうですね、もう本当に気持ちで勝っただけって感じで、なんだろうな、やっぱすごい上手い選手だったんで、やりたいことはあまりさせてもらえなかったなって印象ですね。はい、まあ TVK の開局記念試合とか、こういろいろこう注目度の高いカードだったと思うんですけども、こう反響とかっていうのはいかがでしたでしょうか。やっぱり反響はすごいあって、まあ未だにメッセージも来ますし、はい、まあかなり反響大きかったです。今後 の目標を教えてください。まあ、この勝ち方で僕がこうやって言うのはちょっとあんま良くないかもしれないんですけど、まあ、前から言ってたように僕はやりたい相手が決まってて、まあ、そうですね、約2年前に届きそうで届かなかったクラッシュのベルトがどうしても僕は欲しくて、まあ、今 の現チャンピオン久村のお兄さんですね、久村周平選手に挑戦したいです。まあ今回のこの勝ち方で挑戦者になれるとは別に思ってないんですけど、まあ、すぐトップ先生の選手とやらせてもらって、まあ、その次にでもやらせてもらえたら嬉しいですね。はい、もういつでもやりたいです。ありがとうございます。さあ続いてご質問ございます方いかがでしょうか。マイク向かいます。どうでしょう、いかがでしょうか。よろしいですか。はい、森坂陸選手どうもありがとうございました。クラッシュ王者をロックオンという言葉聞かれました。まあ、まだ満足していないということですけれどもね、伸びしろに変わってきそうです。続きまして実方康介選手から1ラウンド KO 勝利、 K1 ワールドグランプリクルーザー級王者シナ・カリミアン選手の登場です。さあブラックスーツビッと決めてくれました。そして肩には勲章が輝いています。一番奥のムービーカメラにも目線をお願いいたします。1ラウンドパンチラッシュ、そして左ストレートで決めてくれました。さてカリミアン選手、昨日の戦いをまず振り返ってください。おっす、I feel good、from yesterday. Hard work pays off. I had a
great camp training after the match, because I didn't, because I haven't a good feeling from my performance in my match, because a lot of problem. But thanks God, now I'm good. I'm keep going more improve. Today I was in the training, so that's it. You will see better than me.まあ、昨日はずっと調子が良くて、今まで厳しいトレーニングキャンプを経て、まあ、きつい練習をした成果が、まあ、報われたのかなと出たのかなというふうに思っています。でザ・マッチではいろいろ自分の中でもありまして、いいパフォーマンスができなかったんですけども、まあ、それを挽回する意味でもいい結果ができたので良かったと思います。で今日は練習はせずに、まあ、休もうと思っています。ありがとうございます。さあ続いて質疑応答です。はい、もし昨日の試合をこうご自分で映像で等でこう見返していたら、こう、まあ、短い時間でしたけど、こうどんなこう感想をお持ちだったでしょうか。Yeah, a lot of people send the video. They came to they came to Yokohama. They send a lot of video to me. Yeah.And you know, my opponent was strong. He was in the tournament, the super heavyweight tournament. He KO'd two guys. So if anybody says he was weak, no, sorry. This is the stupid things. He was strong, but I was more than him strong and more than anybody.まあ、自分の応援しに来てくれたファンの皆さんですとか友人が映像を送ってくれたので、その映像を通して自分の試合を見ましたけども、相手のジスカタ選手は無差別級でもトーナメントにも出場してますし、まあ、そこで2回 KO を取ってますので、決して弱い選手ではありません。でジスカタ選手は弱い選手だという人がいれば、まあ、それは間違いであって、単純に昨日は自分の方が強かったというふうに思ってます。今クルーザーのベルトを持ってて、まあ、昨日スーパーヘビーの試合でしたけども、まあ、こういろいろこう狙いもあると思うんですけども、今後の目標こう展望などを教えてください。I just show my performance to K1 and to audience that I can move to this three divisionCruiserweight, heavyweight, and super heavyweight. I beat already all these, the people, the fighters in this three division. So for me, it doesn't matter, you know. Just put the belt in the line, and I'm here. I'm ready for a fight, for a belt in the heavyweight, super heavyweight, and defend my belt. I'm okay.まあ、昨日の試合を通して、まあ、自分、まあ、K1 の皆さん、K1のとあとファンの皆さんに、自分は3階級どの階級でもできるということを証明できたというふうに思っています。でこの階級自分はもう全て倒したというふうにも思っていますので、まあ、いつでもそのヘビー級スーパーヘビー級含めてベルトに挑戦する準備はできていると思っています。ありがとうございます。続いてご質問ございます方いかがでしょうか。どうでしょう、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。はい、シナカリミアン選手よろしいでしょう。ありがとうございました。どうもありがとうございます。おっす、ありがとうございます。オランダ修行も経てのこの横浜釣りとなりました。クルーザー級以外にもヘビー級、スーパーヘビー級を見据えてという言葉、これこの後どうなるでしょうかね。